皆さんこんにちは。ネットベースアナリスト横田修林です。今日はちょっと新しいグッズを紹介したいと思うんですが、こちらになるんですね。はい、非常に小さいものなんですけど、これ何かというとですね、iPhone や iPad に接続するだけで 3D 録音ができるというものなんですけど、果たしてそんなことができるのか、私もちょっとね疑問だったんですが、買ってました。ということで、レビューしてみたいと思うんですけど、まあ、今日はiPhone でやってもいいんですけど、iPad ですね。iPad は、4スピーカーなので、この方が音がよく伝わるかなということで、この4スピーカーの、iPad の方で試してみたいと思うんですが、では、実際にちょっとですね、挿してやってみたいと思いますね。はい。では、ちょっと待ってくださいね。今、音出てるかな？音を出しました。音出てるかな？はい、音出てますね。で、これは、こんな感じで、iPad がありましたら、iPad に、これを挿します。挿しますと、挿した瞬間に電源が入るので、これ自体ね、電池とかは何もいらないですね。はい、では挿してみたいと思いますが、まずは、挿したらもうこれで終わりなんですけど、その、撮っておいた音が、実際に、刺した瞬間に音が変わるので、それをね、確認したいと思いますから、やってみましょうか。はい。では、こんな感じで、まずは、録音をしときます。ビデオモードにしてですね、撮ってきますね。よし、こんな感じでいいかな。はい。ということで、今ですね、普通の、iPad で、録画をしているんですが、これに、この機械ね、この機械を挿したらどうなるかっていうことを実験してみたいと思います。では、実際に挿してみますね。はい、20秒ぐらい。これ挿して、ちょっとすぐ認識しないんですが、5秒ぐらいかかるかな。なので、ちょっとしてから録音をした方がいいかもしれません。で、今おそらくもう変わったと思うんですが、周りの音が 3D、立体的に録音できるというものなんですけど、果たして本当なのかね。後で聞いてみましょう。ということで、これで、終了ボタンを押しますね。はい。はい。では、これ抜いてですね、聞いてみたいと思います。こんな感じでいいかな。どれかな。一番新しいやつね。さっき撮ったやつなので、よいしょ。はい。見えるかな。よいしょ。はい。では、ちょっと音を流してみたいと思いますね。はい、ということで、今ですね、普通の、iPad で、ね、録画をしているんですが、これに、この機械ね、この機械を挿したらどうなるかっていうことを実験してみたいと思います。では、実際に挿してみますね。はい、20秒ぐらい。はい、今切れて、今、切り替わってますね。5秒ぐらいかかるかな。なので、ちょっとしてから録音をした方がいいかもしれません。で、今おそらくもう変わったと思うんですが、変わりましたよね。周りの音が 3D、立体的にライブ会場でできるというものなんですけど、撮ってるみたいですね、果たして本当なのかね、後で聞いてみましょう。ということで、これで、終了ボタンを押しますね。はい、ということで、かなりライブ感のあるような、なんかホールで、声を出してるようなことが録音できたと思いますね。こちらは、声をね、なんか追加する機能なんかもあるようなので、非常に楽しみにしています。iPhone なんかで、撮ってる時にですね、このカメラと一緒にこれをくっつけて、iPhone と一緒にこれをつけてやると、ちょっと今までと違う音が取れるかなと思いますので、またね、やっていきたいと思います。はい、今日はですね、こちらで、iPhone や iPad で簡単に 3D 録音できる、超軽量なポータブルマイク、ロリーというものをですね、紹介しました。詳しいことはですね、動画の下のリンクに貼っておきますので、ご覧いただければと思います。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。はい、戻ってない？はい、バイバイ。